キャップは柔らかく平たくなる帽子の一種であり、通常はバイザーがついている。頭部を覆う部分は頭に極めて近く接する。キャップが最初に出現したのは紀元前3200年頃のことである。典型的なキャップはバイザーがついているか縁が全くないかのいずれかである。カジュアルで非公式な状況でしばしば着用され、スポーツやファッションの場面でも見受けられる。 典型的な場合、頭部を暖かく保つために設計されており、目を日光から守るためにバイザーが付けられることが多い。形状やサイズは多様であり、多くのブランドが取り扱っている。野球棒はキャップの中でも最も一般的なものの一つである。野球棒ドイツ連邦警察の前身である連邦国境警備隊で用いられていた M43 型の戦闘棒。 プロペラ付きの帽子、通称プロペラビーニー、プロペラビーニー、ファッションとしてのフリジア帽、16世紀当時のモンマス棒の唯一伝えられている現物。ハンチング棒ニット棒の一種で、ボブルハット、トーク、ストッキングキャップなどとも呼ばれるもの、ありがとうございます。